海軍大将、サー・ジョージ・ポコックは、グレート・ブリテン王国時代のイギリス海軍の士官。ポコックは、サリー・シュー・テムズ・ディットンで、海軍のチャプレンであったトマス・ポコックの子として生まれた。祖,祖父、ローレンス・ポコック博士は、バークシャー・シュー・ブライト・ウォルトンの教区牧師であり、その先祖は、同州のチーブリー近郊に長く住み着いていた。ジョージ・ポコックは、1718年に海軍に入り、 母方のおじであったストレインシャムマスターの日護の下でスーパー部に乗り込んだ。1725年4月に大位、1733年に仲裁昇進した。1738年には大佐となり二重門艦オールドバラの艦長となった。西インド諸島方面で軍務に着いた後、1754年に東インド艦隊に送られたポコックは、 58門艦、カンバーランドに海軍少将、チャールズ・ワトソンと共に乗り込んだ。ワトソンの艦隊はベンガル地方の征服に際して、ロバート・クライブと連携していた。1755年、ポコックは海軍少将に昇進し、1756年に海軍中将となった。1757年にワトソンが死去すると、 ポコックは東インド艦隊の指揮を取ることになった。1758年には海軍大将、チャールス・スティーブンスが機下に入ったが、この増破を得ても艦隊は小さな戦列艦7隻という規模に過ぎなかった。フランスとイギリスの間で戦争が始まると、フランス側はインド洋の当初の拠点からベンガル湾へ艦隊を派遣し、ポンディシェリを支援しようとした。このフランス側の艦隊を、 到着前に捕捉するのがポコックの課題になった。実際、フランス側の実力はイギリス側よりも劣っていた。フランス艦隊を率いていたダシエ伯爵は、商戦に若干の武装を施しただけのインディアマンを間列に加えなければならない状況だった。それでも、フランス側は数の上では優位にあり、ポコックは古くからの公式戦闘指令に基づいて戦うという、 当時の実践に従わなければならなかった。ポコックは自身の艦列を敵に並走させ、戦闘が続いている間、艦隊の隊列を維持しなければならなかった。ポコックとダシエの回戦はいずれも決着がつかなかった。最初に戦った1758年4月29日のカッタロールの海戦では、フランス側がポンディシェリーに入港することを阻止できなかった。 二回目の戦いで激戦となった8月3日のナーガパッティナムの開戦の後、フランス側はモーリシャスに戻り、やがてモンスーンの時期になると、ポコックもボンベイに戻った。春先になってから彼は戦線に復帰して、包囲されていたマドラスの解放に加わったが、ダシェの方は9月までベンガル湾に戻ってこなかった。ポコックは、またしてもダシエのポンリシリ入港を阻めず、 両者が激戦した1759年9月10日のポンディシェリーの海戦も決着はつかなかった。フランス政府の財政は破綻に瀕し、ダシエは艦隊への補給を受けられなくなった。ダシエはモーリシャスに戻ることを余儀なくされ、イギリスはコロマンデル海岸とマラバール海岸の支配を確保した。ポコックは1760年に帰国し、1761年の バス勲章内と中を授与され、海軍大将に昇進した。1762年、ポコックは、ハバ内の連合遠征艦隊の指揮官に任じられた。この包囲戦は6月7日から始まり、8月13日まで続いたが、当地の気候もあって、多くの死者を出した。最終的なイギリスの勝利は、ポコックが軍勢にもたらした勢力的かつ賢明な貢献による、 ところが大きかった。彼が戦利品から得た金額は122,697ポンドを下らなかった。イングランドに戻ったポコックは彼自身ではなく同僚のサーチャールズ・ソー・オンダースが海軍本部委員会に選ばれたことに落胆したと言われており、その後の退役に至ったという。ポコックが1766年に退役したことは確かである。彼の記念碑は ウェストミンスター寺院にある。1763年、ポコックは、友人であった、ディグビーデントの未亡人ソフィアの娘であり、ジョージ・モートン・ピットの幼女でもあって、今日オーリンズハウスとして知られる、トゥイッケナムのピットの邸宅を相続していた。夫妻の間に生まれた息子ジョージは順男尺となり、娘ソフィアは、第4代、ポーレット伯爵、ジョン・ポーレットに嫁いだ。ありがとうございます。